構増水しちゃってますね。はい、皆様こんにちは、ギリギリクメッコとギリメヨピです。今日はですね、京都市左京区北の里オートキャンプ場へやってまいりました。はい、真夏キャンプで大人気の北の里オートキャンプ場ということでございますが、やっと来ましたね。今年こそはやってこようと思っておりまして、ソロキャンプで来ましたよ。はい、ということでね、こちらのキャンプ場、多くの視聴者さんからリクエストいただいているキャンプ場でございまして、結構ね雰囲気いいんですよっていう声もいただいているので楽しみですね。いきなり山奥でございます。まず道のりですね、まず湖西道路を渡ってくるんですが、湖西の手前からですね少し外れまして、20キロほど山道がございます。でこの山道をずっと行くとですね、城内入る 3.5 キロ手前ぐらいからですね、ちょっと本格的な山道がありまして、対向がですね難しい道となりますので、この辺りはですねしっかりと注意して運転していただきたいところでございますね。で山奥をですねずっとぐーっと来るとですね、キャンプ場のフィールドが見えてくるっていうような感じでございます。そして電波ですね、au 電波の方が大丈夫そうです。はい、まあそんな感じで今回はソロキャンプでやってきたんですけども、お盆が終わって最初の月曜日火曜日ということで、お客さんもね結構少ないかなと思いますので、撮影もやりやすいかなと思います。ということで早速チェックインやっていきましょう。はい、サイトの方到着いたしました。本日のサイトですね、3番サイト、電源付きでございますね。20アンペアなので容量は十分ですね。はい、引きで見るとこのような感じでございまして、公式表記はなかったんですが計測してみました。ここに分かりづらい青い線とで、3番のプレートの横にね青い線があって、この青い線の範囲内が3番サイトということでございます。横幅ですね 8.6、 そして縦幅は11メートルぐらい使えるかなと思います。結構スペース的には広いのかなと思いますが、こちらですね見ての通り、ここに木がどんどんと2本立っておりますので、この木の位置によって設営できるテントスペースっていうのが変わってくるのかなと思います。ちなみに電源サイトは6区画のみとなっておりまして、こちらのキャンプ場はですね先着順で場所を選んでいくスタイルとなっておりますので、サイト指定ができません。なので場合によってはもう少し設営サイズはコンパクトになるかなと思うんですが、今回はソロキャンプでございますので、まあ、このサイズ感でも十分かなと思いますね。はい、サイトの青い線がこれですね。この対角状になりますので、ここが区画線で、ロープがねうっすらあるんですけど非常に分かりにくくなっておりますので、人のサイトへのはみ出しとか横切りは注意していただきたいところでございますね。そして後ろの景観どうですか、山って感じね。電源サイトはバックが山になっておりますので、隣接するのは左右のサイトだけとなっておりますね。場所的にはね管理棟前の広場の真ん前に位置するサイトとなっておりまして、右手左手とそれぞれ林間サイトが広がってるようで、この建物裏側に川とかがあるんですかね。ちょっと後で見てみましょう。残念ながら曇ってはおるんですが、早速設営の方やっていきましょう。はい、設営完了しました。本日コールマンインスタントバイザーシェードとクイックキャンプのダブルウォールテントですね。本日発売りでございますね。もう旗から見たら完全に初心者ですね。いやー、そうやって見られるのもありじゃないですか。でちなみにですね、こちらインスタントバイザーシェードにネットをつけてます。フィールドアーのネットとなっておりまして、これが互換性あるんですね。つけることができました。このネットがあれば夏場でもこのようにソロのコンパクト快適空間を作ることができます。いい感じ。はい、サイトの土の状態ですね、固定力は大丈夫そうですね。単造でも結構ねグイグイ入ってくれて硬くはなかったんで打ちやすかったんですけども、固定力8くらいかな。うん、単造であれば大丈夫かなと思います。そして今回ですね、今3時を回っておりまして、実は渋滞に巻き込まれてやっとたどり着いたんですけれども、あー夕方か、頑張ってキャンプ場紹介やっていきましょう。はい、それではねキャンプ場の紹介やっていきたいなと思います。こちら管理棟前にですね自販機ございますね。これはありがたい。裏側にトイレがまず1箇所あるみたいなので見に行ってみましょう。思った以上にフィールドは広くてですね、60サイト以上あるんですね。でかいな。どうでしょうか、トイレは結構昔ながらの感じかな。はい、小便器があって、和式トイレでございますね。そしてこちらに多目的トイレがあると、ウォシュレットなしの洋式トイレですね。まあ、やっぱ和式っていうところと構造的に虫は多そうですね。はい、そして管理棟のところにシャワーありますね。どうでしょうか、
なんか音が鳴ってる。脱衣所は広めで、こちらの洗うところは広くはないけど子供ともギリギリ入れるかな。3分200円か、ちょっと高いか。ドライヤーさせそうなコンセントもございますね。男女分かれておりますが、お風呂が遠いのでこちらを利用することになるかなと思います。そしてこちら管理棟の前にはですね、ヒーローバーがありましてね、うちのキャラバンがあって、あそこは電源サイトになってるんですが、こちら側にですね、まず西エリアが広がっております。こちらの西エリアにもトイレが見えておりますので、そこも見ていきましょうか。はい、こちらですね、炊事場がございまして、お湯は出ないようですね。プラス生水は飲めないそうですね。煮沸してくださいということでございます。まあ、サイトも多いですが蛇口も多いので、これは問題ないかなと思います。ではこちらのトイレですね、こちらのトイレはどうでしょうか。小便器は同じような感じ。こっちはトイレ、洋式トイレございますね。ウォシュレットは同じくありませんが、洋式トイレがございます。まあこのちょっと古びた感じは年季が入ってますが仕方がないですかね。そして管理棟横に隅捨て場がございまして、皆さんね、この横からね上がってきてたんで、ここが川への動線になってるんじゃないかなと思います。階段とかはないですが、普通に進むことはできそうだ。おー、実はねこれ翌日撮影しておりますので、ずっとね雨やったんですよ。結構増水しちゃってますね。もともとはもうちょっと浅いかなとは思うんですが、深い場所もあると思いますので、しっかりとライフジャケットを着用した上で遊んでいただきたいなと思います。増水さえしてなければ小さいお子様でもチャプチャプ遊べる場所あるかなと思います。はい、それではね、広場前の電源エリアなんですけども、こちらの方紹介やっていきます。ここ1番なんですが、1番は電源サイトではないんですね。このまま2番から7番まで6区画が電源サイトとなっております。で、サイトのサイズはですね、サイト数が多すぎて計測はちょっとやってられないんで、まあどちらにしてもね、サイトしてもできませんので、この辺はですね先着順になってくるので運が必要なのかなと思いますね。ちなみに選び方はですね、まず受付をすると選んできてくださいって言われるんで、まず見に行ってそこから番号をお伝えしてサイトが決まるっていうような形でございますね。6番サイトは結構気が少なくて広くて使いやすそうな感じしますね。大型ツールームテントはいずれも立つかなとは思うんですが、こちらの7番、7番はちょっと大型ツールームは厳しいか。こちらも電源サイトなんですが、このようにこんもりとなっておりますので、大型テントはちょっと7番厳しそうですね。この7番までが電源サイトとなっております。それではこっち側の7番からね、8、9、10と続いておりまして、結構ねサイト数がございますので、ぐるりと回るの大変かなと思うんですが、まあこのようにですね、全てが林間サイトとなっておりまして、電源サイト以外は結構広々取れそうな感じしますけどね。中央エリアの10番、11番なんかはめちゃくちゃグルキャンしやすそうですよ。真ん中何もなくてフラットなので広々してますね。でここが12番ですね。12番まで来まして、12番はちょっとちっちゃいか。ほんと場所によるなって感じですね。そしてこの11番12番の前にまた炊事場ございますね。フィールドが広いので何箇所かあるのは嬉しいですね。同じような感じで煮沸必要、お湯は出ませんね。そしてこっち側にもトイレがございます。場内で3棟ですかね、トイレがあるような形で同じかなと思いますが、はい、こちらね今日はちょっと稼働されてないそうで、トイレが真っ暗なんですけども、小便器と同じように洋式トイレございますね。でこちらの炊事場からですね、また真ん中の中央エリアですね、ギュッとサイトが固まってるんですが、ここも完全に林間ですね。真ん中ですが木はしっかり生えてて林間エリアとなっております。サイトのサイズとしてはどうかな、13番がちょっとちっちゃい気はしたんですが、まあ中央エリアの真ん中ら辺は少しコンパクトめな気がするな。あ、15番と16番、16番広いですけどね。15番は結構凹凸もあって木もあるので、設営できるテントとか限られてきそうですよね。そして16番からぐるっと回って、中側にもまだ中央エリアのサイトがございます。こっちの方はね、管理棟から近くて自販機も近いんですけれども、まあ便利なエリアですよね。17番18番とありまして、奥に19番か。いやー、これね本当にね、こう動画でどう伝わってるかわかんないですけども、結構いびつな形のサイトがね大量にございますので、本当に自分の目で見てみて、まあ、どんなテントが立つかなって試行錯誤せんとダメですね。19番中側ですけど、結構広いな。まあ20番の車が通るんで、ここの動線は開けとかないといけないんですけど、大型ツールームテントとかも立ちそうですね。20番はど真ん中に木がドゥドゥーンと来ておりますので、大型ツールームテントどうかな、頑張ればいけるんですけどね。これめちゃくちゃ日光照ってても涼しかったやろな。
はい、それではこちらからは東エリアとなっておりますね。全部で13サイトぐらいあるんですかね。どうですか、なんか東エリアになった瞬間もうソロキャンパーが大好物な雰囲気の林間っぽい感じがあるじゃないですか。1番も結構広めの隠れ家チックなサイトで、2番なんかねちょっと高台になってて、こんなん大好物な人おるでしょ。ただ車、これキャラバン滑りそうやな。いや、東エリアはそうですね、ソロの方とかに好まれそうな雰囲気ありますよ。これをぐるっと回っていくのかな。ぐるっと回っていくとまた3番4番5番とありまして、こっちのエリアはなんかこうだんだんとなってますね。だんだんとなってることで視線が外れるので、まあ、やっぱソロ業の方はいいんじゃないですか。真ん中に池がありますが、ウシガエルは大丈夫かな、どうでしょうか。見た感じですね、西エリアの川沿いサイトの方がかなり人気が高いようなので、まあファミリーでワイワイするのが向こうのエリア、こっちの東エリアはソロデュオでちょっとしっぽりやりたいっていう人にはいいかもしれないですね。14番サイトだからとびっきり広いサイトではないかな。まあお持ちのテントキャンプスタイルによってちょっと吟味しないとダメですかね。東エリアの方はこっから川に降りれそうですね。東エリアを暇やから封鎖してるってことは、もしかしたら西エリアの方がいい環境かなのかもしれないですね。川はこんな感じ、ぷかぷか浮くこともできますし、雨とか前後するとちょっと危ないかなっていう感じはするんですけども、わりかし浅めで遊べそうですね。はい、それでは西エリアですね。こちらのエリアね、ずっと歩いていきたいなと思います。今日は西エリアと中央エリアのみ開放してるっていうことやったんで、まあお客さんはね結構いてるんですが、雰囲気的にはですね川沿いとなっておりまして、やっぱりこっちの方が人気になってくるんじゃないかなと思います。東エリアの方はですねかなり林間の雰囲気というか、ソロの方とかがね好みそうな雰囲気はあったんですが、こっちの西エリアはファミリーが過ごしやすそうな環境でございますね。で特に川沿いのエリアですね、かなり人気ということで皆様川沿いの方にね固まって設営されているのが見受けられます。どちらも砂利サイトですかね、土の上に砂利を引いたようなサイトとなっております。でサイトサイズなんですが、まあおおよそどんなもんでしょうかね、80から90そのあたりかなとは思います。でトイレはですね西エリアの入り口の方に1箇所となりますので、奥に行けば行くほどトイレは遠くなってしまいますね。まあこのあたりのバランス、そしてキャンプ場に着いた時にですねどこのサイトが空いてるかによってその時の選択は変わってくるかと思うんですが、まあ、やっぱりね真夏はこちらの川沿いサイトから埋まっていくのかなと思います。川のねせせらぎ音を聞きながらキャンプするのもいいですよね。別にサイトから降りれるっていうわけではないですね。で向こうの方に道路もあるんですね。で西区画は一番サイト数が多くて29区画あるんですかね。ただまあねこちらのキャンプ場ですね標高がそんなに高いわけではないです。300ちょっとぐらいやったかな。林間っていうことで虫はね結構ねいてると思うんです。まあ、虫除けスプレーとか蚊取り線香とか、あとはねメッシュ付きのテントにするとか、そういった対策は必要になってきそうですね。で奥はぐるっと回れるわけではなく行き止まりですね。この上の方にですねまた別にサイトがあって、2番から12番まで並んでるような形になるんですが、上の方上がらんとダメですね。はい、上の方上がってまいりました。2番からですね、この2番から一直線に12番までサイトが並んでるような形でございます。234とありまして、で後ろは道になってるんですが、これはキャンプ場内を出入りする道路ですね。なのでお子様の飛び出しとかは注意したいところなんですが、スーパーコンビニそしてお風呂が遠いので出入りする人は少ないかなと思います。まあなのでわりかしこの奥の方は静かに過ごせる環境下にありそうですね。でさらに本当に境目がないところもありまして、グループキャンプでも利用しやすい雰囲気のところもありますね。区画指定がねできない分ですね、ちょっとグルキャンとしてはねどこを選ぶかで変わってくるかなとは思うんですが、こういったですね先着順で場所を取るキャンプ場もですねいくつかありますよね。まあ、正直ねサイト指定できた方がいいよねっていうところもあるんですが、まあ言うて60サイト以上ございますからね、その中からですねその日のですねキャンプスタイルで場所を選ぶのも楽しいんじゃないかなと思います。こっちまで来るのにね結構ね渋滞スポット何箇所かありますのでね、少し早めに家を出ることをおすすめいたします。で、まあ、川沿いサイトから埋まっていくかなとは思うんですが、別に川沿い取らなくてもですねダイレクトに川に行けるとか便利とかそういう感覚ではございませんので、まあ奥側のサイトでもいいんじゃないかなと思いますね。今日はね雨が降ってて林間の恩恵は受け入れてないかなとは思うんですが、いやそれでもやっぱ涼しいですね。これぐらいの気温になってくると体力も温存できて良きですよね。
さてソロキャンプということでございますからね、今日も何かギアを紹介しておきたいなと思います。アイスコの JP40 プロでございます。アイスコと言われると知らない方も多いかなとは思うんですが、こちらのメーカーアルミコンテナのようなめっちゃかっこいい冷蔵庫を作ってます。最近ずっと使ってる冷蔵庫なんですが、まず気に入ってる点はめっちゃスマートなんですよ。冷蔵庫って横幅がドンとなってるものが多いんですが、大阪風に言うとシュッとしてはるよね。このスマートさのおかげですかね、僕が使ってきたどの冷蔵庫よりもキャスターでの持ち運びがしやすいです。冷蔵庫ってタイヤついてるのいいんですけど、転がしてる時に結構足に当たるのでまあまあ運びにくいんですよ。それとこのハンドル部分ね、これも今まで使ってた冷蔵庫の中では一番持ちやすいです。転がしてよし、持ってよしの冷蔵庫かなと思いますね。そしてこちらのアイスコですね、コンプレッサーの性能が自慢の冷蔵庫でございます。今日はねあいにくのお天気で気温もねそこまで高くないんですが、ずっとこの真夏キャンプアイスコ使ってましたが、コンプレッサーの性能やべえです。僕前にねエコフローの冷蔵庫のレビューもしてるんですが、その時に製氷機がなくてこの性能があったらめっちゃいいのにって言ってたんですよ。まさしくこれじゃないですか。こちらの冷蔵庫も AC アダプターが付いてないタイプとなりますね。性能だけで言うならめちゃくちゃ押せる冷蔵庫かなと思います。そして今の設定温度が0度とマイナス20度ですよ。もうずっとねマイナス20度をキープしてくれておりまして、蓋はですねちょっと変わってます。ここのレバーでこのように開け閉めするようなタイプとなっておりまして、こっち側からも開きます、こっちからも開く。ただこの蓋ねめっちゃ開くので、ここでね顔ぶつけたりしないように注意しないといけないかなと思います。そしてこれごと開けることもできますね。この蓋のギミックは結構珍しいですよね。そして庫内はですねこのように2室となっております。今こっちが冷凍ですね。この仕切り板を外すと自動的に1室っていう風に認識して設定温度が1種類になりますので、この辺りは廃光器とかその辺に似てる性能かなと思いますね。もちろん2リットルのペットボトル縦で入りますし、容量的には40クオートですね。僕が持ってる夏用のクーラーボックスとかに保冷剤を入れたら大体似た容量になるかと思うので、ファミリー仕様としても使える感じですね。そして今回ねコンプレッサー自慢ということなので、アイスクリーム買っておきました。これね実はキャンプの翌日に撮影しております。どうですか、溶けてる気配が全くないですね。さらにお肉もガチガチですね。はい、まあ、冷却性能に関してはね僕真夏の炎天下でも使ってるので性能も抜群でめちゃくちゃ評価したいところなんですが、バッテリー内蔵型ではないんですね。常に何かに給電しておかないといけないっていうタイプなんですが、外付けのバッテリーボックスがまだ日本に上陸してないそうなんですが、バッテリー給電で動かすこともできるっていうことですね。まあ、当分はねこの冷蔵庫でねちょっと試していろいろ使っていきたいなと思いますので、皆様のポータブル冷蔵庫選びの一つの候補に入れてみてはいかがでしょうか。はい、今日もねキャンプが終わろうとしております。車高のおかげか本当ランタンに虫が寄ってこないですね。これはいいんじゃないでしょうか。今日はこんな感じでソロでコンパクトにやっていきたいなと思います。ではおはようございます、で会いましょう。はい、おはようございます。朝になりましたね。とても静かなキャンプ場でございました。なんかね就寝前はね向こうの方でワイワイ騒いでたんでどうかなと思ったんですが、10時過ぎるとすごく静かになってゆっくり眠ることができました。そして夜の間に結構雨降ってましたね。で今ねもうほとんど撤収終わってちゃったんですけれども、チェックアウトがちょっと早いということで10時でございますね。早々と切り上げるところでございます。ということで早速総評やっていきましょう。はい、それではね蓋の里オートキャンプ場総評やっていきたいなと思います。まずこちらのキャンプ場ですね、シーズン営業となっておりまして、営業期間としては4月から11月ということでございますね。チェックインが11時、チェックアウトが10時と、ちょっとねアウト時間が早くてイン時間も早いんですが、サイトを選べるのが先着順となっておりますので、これはね到着頑張っていただきたいところでございます。ちなみに管理棟前の車を置いて12時まで川遊びなどで滞在することはできるっていうことでございます。
ございますね。選択できるサイトは僕が宿泊した6区画の電源サイト、中央エリア、西エリア、東エリアと分かれた通常区画となっております。サイトによっては気兼ね真ん中にあったりとか、選択するサイトによって立つテントも変わってくるんじゃないかなと思います。まあ概ねですね、ツールームテントは立つんじゃないかなとは思うんですが、来てから残ってるサイトを見てみて吟味するのがいいのかなと思います。そしてこちらのキャンプ場、ペットは OK のキャンプ場となっておりますが、ゴミに関しては灰積み以外は全て持ち帰りとなっております。で、周辺なんですが、スーパーコンビニが近くにございません。お風呂もキャンプ場から行ける距離だと厳しいかなと思います。管理棟の方にはね、売店みたいなものもありまして、薪販売の方もされておるんですが、買い忘れは注意したいところでございます。そして今回僕が支払った一泊料金4500円ということになりました。電源サイトでね、結構安い料金かなとは思うんですが、サイトの内訳としては電源サイトが3500円、通常サイトに至っては2500円で、ここに車が入るのでプラス500円にはなってくるんですが、利用料が3歳以上で500円かかってくる形となっております。利用人数が増えるごとに利用料がかかってきますが、定員制限がないのでグループキャンプでも利用しやすいですね。ただし注意点としては、車を停めておく駐車場がございません。2台で来られた場合、1つのサイトに2台入れないといけなくなるんですね。この辺は要注意かなと思います。総じてですね、今回は雨キャンプということでね、もう林間の恩恵っていうのはね、そんなに受けてなかったんですけれども、真夏に来てもかなり涼しいキャンプ場だなっていう印象でございます。で、川遊びもですね、広くて夏の避暑地としてはかなり遊べるキャンプ場だなっていう印象でございます。で、ファミリーにもめちゃくちゃ人気のキャンプ場で、真夏はですね、もうほとんど満場となっておるぐらいなので、かなり高評価なキャンプ場ではございますが、僕的にはね、トイレがもうちょっとね、虫の侵入が少なかったら良かったんじゃないかなと思いましたね。ただまあ、この環境下でこのお値段でしょ。北の里オートキャンプ場はファミリーキャンプに最適かなと思います。はい、ということでね、今回も無事にキャンプを終えることができました。お盆が明けた最初の月曜日ということで、缶そろちゃうかなっていう不安もあったんですが、全然大丈夫でしたね。かなり首数もおったので安心して寝れたかなと思います。いやー、この雰囲気で缶そろはちょっと震えるな。まだね、こういった情報とか配信していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、北の里オートキャンプ場からお送りしました。バイバイ。